対戦して、はいはい、このピッチャー俺嫌だなっていうと、パリーグになっちゃうんですけど、うん、大体みんなと一緒なんですけど、そのまあ山本由伸選手だったり、佐野投手だったり、松井裕樹選手だったり、あ、松井裕樹は好きだね。きっとすごい球がいますね。あのスライダーはね。そこはやっぱり絶対対戦するんだから、はい、なんとか攻略しなきゃいけない。なんとかしないですね。まあ千賀いなくなったんで、はい、そうですね。あと山本由伸をどうするか。はい、まあ彼もやっぱり WBC の日本のエースだから、はい、ちょっと難しい面はあるかもしれないけども、で、そこでやっぱりちょっと近くなって、はい、WBC で、はい、でちょっといろいろ探って多分それいいと思うよ、はい、いろんな話をすることによって変わってくると思う、はい、そうですね、うん、はい、で今年はだから山本由伸と松井との対戦を池田選手どう変わるか、そうですね、ちょっと楽しみにしたいと思います。